はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日は趣を変えて生け花の、まあ、基礎知識的なことをちょっとやってみたいと思います。生け花って言ってもいろんな流派があったり、まあ、いろんな生け方種類があるので、それをまあできるだけまあざっくりですけど、こんな種類の生け花があるんだよ、まあ、流派によってはそれをやったりやんなかったりできなかったりできたりみたいなのがあったりするんですけど、そういうのもちょっと簡単に紹介させていただいて、皆さんがどこかの教室に通いたいとか、そういう時のまあお役に立てたり、またなんか一つの生け花の知識として知っているといいんじゃないかなっていう、そんな企画をちょっとやってみたいと思いまして、今日は企画してみました。早速ですけど、写真を何枚か用意したので、まあ、それを見ながら紹介させていただきたいと思います。まず 大分類として角花、古典花とも言いますけど、それと現代花、自由花という場合もありますけどに大別されます。生け花って言っても歴史が500年以上あるので、古典のお花、立花とかお生花って言われてるものですねと、まあ、それ以外っていうことですねに分かれます。まずその古典花、角花と言われているものをまずご紹介していきたいと思います。これは立花という生け花、これは池の坊さんとか流星派さんとか、いわゆる池の坊系の流派の立てる生け花ですね。古流東洋会ではやってないんですよね。ちょっとやってみたいなと思うこともあるんだけど、こういう専用の花器があってそれに立ててるんだけど、お生花でもそうなんだけど、お生花でも立花でもそうなんだけど、基本は古典花の基本は足元が一本になってるってこと。ここね、ここ超ポイントです。足が一本になっている、ここね、なってるでしょ。これがいわゆる古典のお花のポイントですね。お生花もこれからお見せしますけど、ということですね。あとはこれ何種類も入れて上と、まあ、伸ばす方向があって入れてるということですね。ちょっと僕が詳しく説明できないんですけど、これが立花という生け花です。古典花、角花の、まあ、代表的なものですね。次にここからお生花いきます。お生花の本手池、いわゆるこれはヒバでやったやつですけど、足がやっぱり1本になってますよね。5本入っていて、まあ、芯流し受けを基本にして、これで5本入ってるんですか。これで5本入ってる、はい、後ろにというか、まあ、1本に見せてる流れを揃えてっていうことですね。いわゆる古流とか、の生花、これも同じ形ですね。このお生花は、5種類ぐらいパターンがあって、足元は揃えて、あとはカーブをしっかり、まあこれはほとんど寸法が決まってるんだけど、これを作っていくってことですね。これが受け流し池という生け方。これは多分 YouTube の撮影でやったやつだそうですね。ヒバの受け流しですね。この右側の低い受けが横にまっすぐ伸びるという形ですね。これはもう一つ中流しという生け方ですね。まあ、流しの出る位置が高くなってますよね。ちょっとだから重心が高い形ですね。まあ花器は何を使うかは、まあ、それぞれの、まあ、その時々ではあるんだけど、5種類あるんだけど、このもう次に紹介するこれは流し池というお生花の中の生け方ですね。今度は流しが長い形になりますね。お生花でも4種類5種類あります。ここら辺のなんかバランス感覚っていうのがずっと引き継がれてやってるってことですね。これは逆勝手といって、今度は右に長くなってますよね。全部の形に左右、まあ、本勝手逆勝手という形が、鏡写しの左右対称の形があります。これは満月に生けた流し池ですね。これは寄せ池って言って、お生花のさらにちょっとバリエーション応用編的な感じで3つの形をまあ寄せていけてると。これは3種類違う花材を使ってね、やってますけどね。こんなお生花もあります。これはちょっと形崩してますけど、上わかります？これ富士山ね。これすごいですね。
富士山と、これもちょっと教科書的には長すぎる、この流しはね、長すぎるけど、まあサービスというか、まああえてこうダイナミックに使ってみたけど、でも両方とも足元を一本にしてるのは一緒ですよね。やっぱりお聖火なので、そこは綺麗に足が一本に立ってるのは見せてるっていうことになります。ここまでがまあ一応お聖火の紹介、お聖火、まあ角花の紹介ですね。次に現代花って言っても歴史が100年ぐらい、現代かって話なんだけど、いわゆる乾山が出てきてから行こうみたいな感じですかね。少し乾山が出てきてカジュアルに生け花を楽しめるようになってきたというか、やっぱりこのさっき紹介した立花とかお聖火っていうのはもう大変なんですよ。足を一本に揃えなきゃいけないっていう、この縛りというかルールがあるからね。そこから、まあ、いわゆる現代花という森花だったり投げ入れ花、陛下っていう場合もありますけど、そういうのが ありますので、それを今度これから紹介していきたいと思います。これ森花ですね。ここに乾山があると、乾山に刺して、まあ、枝だったりお花を入れて持っていくっていうやつですね。お聖火はちょっと1種類でいけることが多いですけど、まあ、いろんな種類のお花を入れることができますし、まあ、こう枝の流れの綺麗さも出すことができて、さらに簡単に生けれるってことですね。さっきのお聖火に比べるとね。これはさっきの、まあ、逆勝手になりますけど、これも桜の枝とアイリスを使った森花になります。これはバラと氷柳を使った、今度は流し、横に伸びる、斜めに伸びる線が長い車体系という形ですね。これも車体系の切り花ですね、うん、これはが絵にしだという、旅館とかになりそうですね。これ旅館とかになりそうこれは大前系という形ですね。あの森花も流派によっていろんな形を定めてやってます。似たような形があったり全然違う形もあったりしますけど、形の呼び方も流派によって違ったりするので、大前形ね、これね、円を作るような、真ん中に空間を作るような、そんな生け花ですね。これもそうですね、大前形のカーネーションで使うと桜の生け花ですね。これはちょっと縦長な形ね、その流派では直上形と呼んでいます。上に伸びるスマートな形なので、まあ、すっきり生けれると思います。これが森花ですね。だいたい4種類とか、まあ、何種類でもあるんですけどね、森花が乾山に生ける生け花ということで覚えておいていただければと思います。次に、これは投げ入れ、陛下、花瓶の瓶って書いてね、陛下って呼ぶ場合もありますね。花瓶に入れるので乾山がない分止めるのがちょっと難しいですね。これもやっぱり芯流し受けみたいな、あの基本の形は同じようにあります。これは撮影でやったやつかな、簡単投げ入れてやったやつだねピンポン菊と雪柳、これは車体系という形ですね。これもやりましたね、百合の投げ入れ花ですね。これは車体系というか、さらにこう低く横に伸ばしてます。これはあの花瓶のこの口の高さと同じぐらいですよね、この横の線がね。これはね、横体系、横にの体の形って呼んでます。これをここに乾山でやっちゃうとさすがにこう地を這うような形になっちゃうけど、花瓶の高さがあるからこういう形がまあできるというかね。これはね、ツツジ、これがあの投げ入れ形の、まあちょっと作例の紹介ということになります。次にこの今紹介した、まあ、森花と投げ入れはあのいろんな流派でやられているところが多いと思います。次にあの、まあ、各流派で独自の生け花、生け方みたいなのがあるんですけど、あの古流東洋会にもあって、それをね、祖母が、まあ、作った水墨花という生け方があります。生け方というよりちょっと世界観なんですけど、水墨画のような生け花、線を大事にして空間を大事にする。油絵は白も塗るけど、水墨画は半紙の色、紙の色使いますよね。そんな空間を大事にするような生け花、また和歌をこう書いてあったりするよね、詩を書いてあったりしますよね、水墨画って。そんな水墨画の世界観を生け花にこう落とし込んだという。だから和歌をこう色紙で隣に添えたりして飾ることもあります。ちょっと紹介させていただきたいと思います。
ちょっとシンプルだけどちょっと上品さもあるというか、シンプルじゃないかでもこれでも4本ぐらいしか入ってない生け花なのね。この牡蠣が、まあ、桔梗口っていう牡蠣なんだけど、まあ、こういう牡蠣使うときは、まあ、足元1本立てたいよねって、まあ、そういう立花とかお生花のにちょっと習ってね、そういうことをやるときもありますね。ただまあこのお花の位置が場所とかはお生花みたいに細かくは定められてないので、生花とか立花ではないんだけど、あの水墨花と名付けて受けています。これが神経という形ですね。神が長い形、これは流しが長い流形という形ですね。あんまり多くいけないですね、水墨花はね。お花もこういう大きめのお花だと一輪で終わったりします。これは前景という形ですね。シンプルですよね。ユリと赤目柳という形でやっています。前景という形ですね。これは家元に生けていただいた水墨画ですけど、左から神経、縦に長いですよね。芯が長い、真ん中にあるのが流形、流しが長い形、右側が前景。やっぱちょっと円を描くような形ができていると思います。セットでこれは三景を生けてるっていう、三つの景色の景で三景って呼んでますけど、を生けてることになります。この3パターンをこう組み合わせてやったりしてますね。これもね、 YouTube でやったやつだと思います。送られるかね。線をきれいに出す生け花ですね。神経と神経の逆があって流形、こうやって2つ生けると大きいスペースを飾ることができますよね、少ない数台でね。これがまあ大体水墨画の説明ですね。あとさらに現代花とか、まあ、大きく生ける生け花もありますよね。大池とかって呼んでますけど、まあ言ってみたらもうフリースタイルですよね。自由に生ける生け花、まあ、それが場所に合わせてだったり何かテーマに合わせる時もありますけど、本当に自由に生けるみたいな、そんなのもたまにですけどね、僕もやったりします。ちょっと何枚か紹介したいと思います。自由化ということでいいかなと思いますけど、これはねどれぐらいだろうな、でも 1.5 メートルぐらいじゃないですかね。いろんなお花をこう混ぜて生けてますね。で下はこれ薄旗って言って、本来は、お生花を生ける花器ですけどね、昔ながらの器といわゆるちょっとカラフルなお花を混ぜた、こう生け花やってる人からするとちょっとトリッキーなね、実は生け花ではあるんですけどね。やっぱり基本ができてると、お花の向きとか葉の葉っぱのね表裏とか、そういうのの見方とかね、そういうのはやっぱ大事になってくるので、大きくなったりしてもそういう基本はやってるとやっぱり全然違うかなとは思います。これは花店でやった大池、これ後ろにはこうちょっと掛け花って言ってかけてあるの分かりますかね、お花がね、そんなのと合わせてますけど、これは菖蒲と銅弾ツツジを壺にドバッと入れたってやつですね。これは桜の、これも一色池みたいな感じですね。花瓶にドバッとやる、一つはやっぱり左右対称は作らないので、どっちかに、まあ、長い方向、これだと左側ですね、作って反対側は、まあ、同じようには伸ばさないですね。ちょっと前の方に、むしろこの反対側はやるみたいな、そこら辺のなんかバランス感覚みたいなのはドバッと入れながらもあるという感じですね。これもなんかもう花材というか、まあ、花材見ながらどこがいいかなみたいな、インスピレーションでいけたみたいな感じでしたけどね、まあ、大事にしたのはやっぱり、とはいえここの緑の ねじめみたいなのは大事にしても大事だったかなって。下は緑濃くして、その上にまあ乗っける、あとまあ空間を出す枝先の綺麗さみたいなのを意識してやるといいと思いました。たまにね僕もこういうのやるんですよ、前衛的なというか、たまにねこういうのやると楽しいですよ。これ太いをこうパキパキ折って、形っちゅう形ないですけどね、生け花っていってもいろいろあって、こういう生け花もあるんだよね。で僕もやらないことはないです、嫌いじゃないです。そしてちょっと感覚の世界になるので、
どうしてこうしたんですかって言われるとちょっと困るところあるんだけどでもなんとなくこれバランスいいかなと思ってみたいな、ちょっと解説するのが難しい、自分で行けといてみたいな感じですねここら辺がいわゆるフリースタイルいけばなみたいな感じですかね。最後にちょっと補足的に2枚ぐらい紹介します。これは富士山とこっちにちょっと簡単に小さいお花をいけたみたいな。やっぱりちょっとこうお成果だけだとちょっと重たいというか厳粛すぎるというか、そういうのにちょっとお花添えてあげるといいよねっていう、そんないけばなですね。これは実は過去の YouTube でやったやつなんですけど、ちょっとお宅にお邪魔してお成果を入れてみたと。これもやっぱりお成果だけだとちょっとね硬いからお花を添えたっていう、いろいろな種類のいけばながあるけど、組み合わせてね合わせていけてもいいかなって思うので、そういうのも考えながらやると面白いかなと思います。これは中流し池ってちょっと説明、さっきちょっと軽く説明しましたけど、一番こうスマートな形なのね、縦に長いからね。お宅に行ける時とかは横に広がんないから邪魔にならなくていいみたいな、そんな形でもありますね。なのでこの形にしたんだと思います。私がやってるいけばやってない部分も多少ありましたけど、まあ、こんなざっくり言うとこんなぐらいな分けた形があるかなと思います。また他の流派ではいろいろこうなんとか池とかなんとか鯛とか定めてやられてたりして、僕が知らないような呼び名のいけばなってのも結構あったりします。いろいろ見られてこういうのいけてみたいなってのがあったら、ね、ぜひ挑戦してもらいたいですし、今日ご紹介したみたいなのがあったらまた YouTube とかでやってみたいと思いますので、チャンネル見ていただければなと思います。ちょっと今日はいけばなの分類形態の紹介をさせていただきました。ありがとうございました。